必ず意識して密着させます。シワッとゆっくり、スピードとリズムがめちゃめちゃ大事になってきます。4つ目のポイントですね。4つ目は密着です。こう密着、もうね、人間って足って平坦じゃないんですよ。教科書で見たらね、平面に見えるんですけど、やっぱりねカーブしてますよね。だから人間って意識せずにポンって手を置くと、これ第一関節浮いちゃうんですよ。見えますかね、浮いてますよね。これポンって意識して置いてみてください。ポンポンポン、脱力したままポンって置くと浮いちゃう。そうするとさっき言いましたね、僕手ちっちゃいんですよ。手ちっちゃいのにかかわらず、さらに指が第一関節するので、ほんと赤ちゃんみたいな手になるんですよ。こういう人、指浮いてますっていう人はちっちゃい範囲でしか包み込めてないんで、1センチどころかもう何センチもロスしちゃってるんですよ。だからもったいない、包み込む面積がまず少なくなるっていうのと、プラスぼんやりとしたイメージになります。こういうトリートメントしてると、エフルラージュとかも指が浮いたままやって、でターンするとぼんやりとするんですよ。なぜならここは圧が乗ってないから意識できないんですよ。乗ってるか触ってるか分かんない、ここに圧がしっかりかかないからぼんやりしちゃいます。でしかもターン、ここでね、大きいターンしてもあんまり分かんないですよね。指先がしっかり伝わってターンすれば、あ、なんか指がちゃんとぐるっと回転してるなって分かるけど、指を全部浮かしてターンしても分かんないですよね、ここだけでターンしちゃったら。だから手が短い、接地面積が短いとターンした時にぼんやりとしたマッサージ、印象に残りにくい。だから絶対に必ず意識して密着させます。密着です。この密着がめちゃめちゃ大事になります。密着で指先に意識してくださいって言うと、こういう人いるんですよこういう人、違いますよ、ここ密着してないですからね。必ず全部です、手のひらから指先までを、手のひらから指先までを全部密着するように、ピターです。これもう1ミリも空気通さないようにピター。だから少しやっぱりね、クッとこう、クッとで指のよく見るとね、クッてできてる時ってこう分かりますかね、黄色くなるというか、クッてやると自分の指が黄色くなったりするんですよ。これね、しっかりやってるサイン。あとね、こういうくぼみができてへこみます、クッてやると。でターンするとパラ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 っていう感覚、分かりますかね、こうね、影ができて、分かりますよね、こういうのができます。これがめちゃめちゃ大事なんですよ。パラ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 って、そうで、パラパラができてない時って、こう浮いちゃってる時、指が浮いてる時、これができてないパターン、影ないですよね、これできてないパターンですね。できてない時は影がつかない、でもしっかりできてる時は受けてると全然印象が違います。これできてない、これもできてない、でもしっかり意識するとパラ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 で密着できて吸い付くような。で戻る時も大事なんですよ。これ体の形って全然違うので、戻る時も密着して戻るので、こうやってやっちゃダメですよ。これ今手浮いてますよね、関節グッとこう狭まってきてるから、意識しないと浮くんですよ、こうやって。これダメです。だから足の中心部に向けてちょっと手がキュッキュッ、こんな感じ、キュッってなります。これができてない人っていうのは関節で浮くんですよ、あって意識できてないから、ただ戻してるだけだから。じゃなくて掴んだ時に全あ足の中心部に向けてキュッと挟んだ上で、下半身の動き、このストロークの戻してキュッってやると、スッてこう体がね、滑らかに中心部にあるから、この関節も滑らかにこう包み込めるんですよ。なのでこう戻ってくる時に必ずキュッ、そして体で戻って、関節も密着密着密着、関節も密着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 っていう感じでやっていきます。はい、こんな感じで密着を意識するといいです。でちょっと分かりやすい例えをすると、ちょっとね、タオルで実験してますね。指先が浮いた状態でターンしてもあんまりね、他の皮膚に影響を与えてないんですよ。この短い部分でターンしたところで影響力って少ないんですよ、印象に残ってないの、これ。でも密着してやるとどうなるかというと、こうなるんですよ。他の皮膚も引っ張ってきますよね。もちろんオイルで滑るんで、ここまで皮膚バーって巻き込まれるわけじゃないんですけど、密着して捉えてないと皮膚に影響力がないんですよ。これ密着してないパターン、浮かせてます、あえて。
しっかり全部密着して、で黄色くなりますよね。この黄色くなる、わかります？これダメ、実はこれ振られてるようでここには圧乗ってないんですよ。でも意識するとこれ意識できたサインです、黄色くなるやつ。はい、この状態でターンするんですよね。そうするとこれだけ影響力がグーンって巻き込まれるから印象に残りますよね、むちゃくちゃ。はい、これがすごく大事な密着のポイントになります。じゃあ続いて最後、これね皆さん最後がめっちゃ大事なんですよ。美しい施術、綺麗な施術、滑らかな施術って全部この5箇条の最後のポイント5つ目です。スピードとリズム、このスピードとリズムがめちゃめちゃ大事になってきます。これができると本当にアートのようなトリートメントができます。芸術作品みたいな。もう皆さん世界大会の動画ね見ていただいてたと思うんですけど、その世界大会でやっぱり滑らかだなとかって思っていただいたと思うんですよ。思ってなかったらごめんなさい。滑らかだなとか綺麗だなと思ったんですけど、それ何がなんで綺麗なのかって意識すると、実はこのスピードとリズムなんですよ。でリズムの方から説明していくと、まずですねリズムっていうのは1個の手技が始まったら、もう施術がこうねよろしくお願いしますって言って施術が始まったら、もうね次の手技行くときに、なんだっけ次、ああこれかみたいな感じでリズムを悪くしちゃダメってことです。手技と手技の間、あのね本当にね DJ になってください。音楽と音楽をきれいに紡いで滑らかにやっていくんですよ。だから手技と手技の間ができてないとってなって音楽がブツッと止まった状態になりますね。手技と手技がこうやってやってブツッて止まると音楽がガンって止まったような感じです。そうするとみんなざわざわざわってなって、なんで音楽止まったんだろうって言ってこうみんなざわつきますよね。お客さんも一緒なんですよ。施術が止まっちゃうと途中であれなんだっけ次の手技なんだっけって止まっちゃうと、音楽が止まったみたいにお客さんがんなんか忘れちゃったのかなとかざわっとしちゃうんですよ。せっかく夢と現実を行ったり来たりしてすごい深いリラクゼーションリラックスしてる状態から一瞬で現実に引き戻しちゃうんですよ。あれなんだ手技忘れたのかってなっちゃってすごく現実的な感じになってしまいます。なので手技と手技の合間を本当に滑らかにつないでいくんですよ。1個の手技が終わったら次の手技がすぐに滑らかに出ていくような感じなので、手技が終わったらやっぱりねそのまま滑らかに次の手技が出てくるというような形で通主義と主義をちゃんとつないでいくことが大事です。だからワープもダメなんです。結構皆さんやりがち、初めての子のセラピストやりがちなんですけど、あオイルなくなっちゃった、ブンってワープして、ブンってここでオイル取っていきなりここにブンって現れるんですよ。お客さんからしたら手がここからいきなりブンって消えてブンって出てくるような感じですよね。こっちはオイルトフやってるけどお客さん分かってないんで、あ手がなくなっちゃった、そしたらいきなりここから出てきた、だから音楽がいきなりブツって切れていきなり違う音楽がドンって流れるような感じですよね。めちゃくちゃ良くないですよね。なのでちゃんとこうねメロディーを紡ぐようなイメージです。手技の一つ一つがメロディーで、そのメロディーとメロディーをつなげて一つのこうなんていうのかな曲を作って、で曲と曲をつなげて構想曲作るようなイメージなんですよ。手技一つ一つがメロディーで紡いでいく、でそれをつないで曲にする、片方の足のねじゃあこの足っていう曲を作って、その曲と曲をつないで全部でストーリーを作って構想曲をやるようなイメージでやってみてください。そうするとあ全部つくこうつながってるんだなっていうのが分かってきます。なのでぜひですね皆さん曲と曲をしっかりつないでやってみてください。これがリズムです。そして重要なポイント、このスピードです。スピードっていうのは施術のスピードです。これ早すぎたらどうですかね、これ癒されますかね、癒されないですよね。早すぎるとダメなんですよ。まあ目的がいろんなね目的があって、その送信を目的としてますとか、疲労回復を目的とするってなった場合は少し早くていいです。ただあくまでもアロマトリートメントでリラックスを目的とするんであれば早すぎるとダメです。交感神経が優位になっちゃいます。やっぱり心地いいリズムっていうのが大事なんで、基本はキープスローリー、ゆっくりやってください。基本はゆっくり。ただそう言ってやるとこんなねめちゃくちゃゆっくりやる人も出てくるので、これはダメです。必ずある程度しっかりやってください。ゆっくりやりすぎちゃダメです。はい、なんで基本はゆっくりなんですけど、
ある程度しっかりちゃんと前に進んでください。はい、あとですね、もうねこれねオンラインアカデミーだから伝えれることってあって、普通のスクールだったらあんまり詰め込みすぎると結構ね覚えてなかったりとか、初めてのセラピストさんだと結構ねここまでお伝えしただけでもパンパンになっちゃうんですよ。だって何分撮影したか分かんないぐらい撮影してるんですけど、ですね動画だと復習ができるから結構深いところまでお伝えしていきます。なのでですねスピードとリズムっていう時のスピードをコントロールするとすっごいねうまそうに見えます。あ、この人美しいな、綺麗だな、滑らかだなって思われるマッサージってどういうものかというと、このですね施術の中の一つの手技の中のメインディッシュをしっかり把握している人が上手です。この手技のメインディッシュってどこなんだろうって考えていくんですよ。この考え方、この手技のメインディッシュってどこだろうって考えた時に、実は施術の手技をパート分けしていきます。パートに分けちゃうんですよ。実はこのエフルラージュっていう手技って5個5つのパートに分かれています。そのパートっていうのがふくらはぎのパート、太もものパート、そしてターンのパート、そして戻るパート、そして次の手技に行くときにこうつなぐパート、つなぎ手ですね。ふくらはぎ、太もも、ターン、戻る、つなぎ手、この5個のパートに分かれています。この5個のパートをスピードを全部違うんですよ。スピードが全部それぞれ変わってきます。だから全部同じ一定のスピードでやっちゃうとなんかロボットのようなマッサージ、まあ悪くないですよね、悪くないですけど、なんか同じ感じです。まあまあまあ美しい施術といえばいえそうなんですけど、これね緩急をつけてなんていうのかな、ここメインですみたいなやつをやった方がすごく上手に見えます。なのでスピードの感覚をお伝えしていくと、まずふくらはぎ、これを基準にしましょう。じゃあこれ普通の速度、まあこれ普通ぐらいの速度ね、普通の速度。そしたら次太もも、太ももはややゆっくりしてみてください。これなぜかというとふくらはぎ、膝、ふくらはぎというか膝下ですよね、膝下ってこれぐらいの長さあります。で太ももってこれぐらいしかないんですよ。わかります？もうこの辺からターンが始まっちゃうから、ターンのパートに入っちゃうから長さが全然違いますよね。こんな感じ、長さが全然違うってなると、同じ速度でいったらどうですかね。はい、すぐ太もも終わり、太もものパートがあっさり終わっちゃうんですよ、同じ速度でいったら。だからここでゆっくりします。ややゆっくり、普通の速度、ややゆっくりっていう感じでやらないと、同じ速度だと太ももあっけなく終わってしまうんで、普通、ややゆっくりっていうような形でやります。なので実際やってみると、普通、ややゆっくりって感じですね。いきますね。普通、ややゆっくり。で、この手技のメインディッシュは次のターンです。ターンでいかにこう大きく回転させてじわってやるか。ここがこのエフルラージュのメインディッシュになるので、そのメインディッシュはゆっくりじわっとやります。ここでね、ピュンってやったらメインディッシュがスンって終わりますよね。印象に残んないんですよ。スンってやったらね、メインディッシュがスンってやって覚えてない、もう印象に残らないので、印象に残したい部分っていうのをゆっくりする、これ覚えておいてください。メインディッシュは基本的に印象に残したい部分です。だから基本的にはメインディッシュはゆっくりやるって覚えておいてください。印象に残したい部分、その主義のそのメロディーの中で印象に残したい部分はゆっくりする。そうするとここが印象に残したいです。だから普通、ややゆっくり、じわっとゆっくり、もう一回いきますよ。普通、ややゆっくり、じわっとゆっくりで、次の戻るパート、まあしっかり密着させて体で戻っていくんですけど、この戻るっていうのはつなぎ、あの次の手技行きたいために戻るだけですよね。なんか特別意味がすごいあるわけではなく、そんなに重要視されません。だから少し早くていいんですよ。もう一回いきますね。普通、ややゆっくり、じわっとゆっくり、少し早くていい。そして5つ目のパート、つなぎ手です。ここは実はゆっくりします。ここをシュッてやると
シュッてやっちゃうと次の手技の体が作れなかったりするんですよ。急いじゃうと、そうすると流れが悪くなるんですよ。だから